県によりますと、新型コロナの新規感染者は今月18日までの1週間で1医療機関あたり 5.56 人で、およそ4900人と推計されています。熱海とか特に県東部で増加傾向が大きく、次の1週間では県全体で注意報レベルの1医療機関あたり8人を超える可能性があり、医療機関や高齢者施設ではできる限りマスクをつけるよう呼びかけています。注意喚起しています。でまた富士、また県内でも夏風邪の一種ヘルパンギーナの流行が5年ぶりに警報レベルとなったことについては、コロナ禍でマスクの徹底や海外からの持ち込みが少なかったためだとしています。1回もこういった流行を経験していないので、全く免疫がない状態の方が3歳以下で、4歳5歳以上の方もですね、昔1回かかったかどうかっていう人が多いと思いますので、その年代が皆さん免疫持ってない方がほとんどですので、そこで感染が拡大しているということで、現在5歳以下の、また子ども同士で感染拡大を防ぐ方法はないが止める必要もないとした上で、症状が出たら早めに医療機関を受診するよう呼びかけています。改めて県が5年ぶりに警報レベルに流行していると発表したヘルパンギーナは夏風邪の一種です。急性ウイルス性咽頭炎で、乳幼児がかかりやすく、38度以上の高熱と喉の奥に水ぶくれができるのが特徴です。都内でも4年ぶりに流行警報が出ているということで、はるかさん、やっぱ心配ですよね。いや本当に今ヘルパンギーナもそうですし、 RS ウイルスとかいろんなものがたくさん流行っている、うん、そんな印象を受けますね。我が家でも小児科に行った時に、今、まあ、東京都内の話ですけれども、小児病棟がかなり埋まってきているというふうに注意喚起を受けたぐらいです。まあ、これまでそのコロナ禍でマスク、そして手洗いが徹底されていたということでもあると思うんですが、これからも引き続きそういう対策が必要ですよね。はい、そうですね。続いてこちらです。一般的には1日から3日程度で、熱が下がると言われていますが、喉の発疹が痛み、食欲がなくなる子どもも多く、脱水が心配されるので、お粥やゼリーなど食べやすいものを少しずつでも与えるようにした方がいいということです。そして主に飛沫や便に含まれる菌が口に入ることなどによって感染するため、県は手洗いを十分に行い、排泄物の処理を適切にするよう呼びかけています。子どもはなかなか、ね、症状を訴えることが難しく、ひどくなりやすいですので、早めに医療機関を受診するように心がけてください。